ブラジル伝説のストライカーフリーデンライヒの生涯。フリーデンライヒはドイツ系2世のブラジル人の父とアフリカ系ブラジル人の母の間に生まれた。1916年からアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、チリの南米4カ国の対抗戦コパアメリカが開かれるようになった。19年の第3回決勝戦で、当時世界のトップクラスだったウルグアイとの試合でフリーデンライヒが決勝ゴールを挙げ、ブラジルをこの大会初優勝に導いた。これを契機としてブラジル人たちがサッカーに注目するようになっていったという点で、この優勝はサッカー大国ブラジルの礎となる歴史的なものであった。1934年に43歳で現役を引退するまでフリーデンライヒは様々なチームで活躍したが、ずっと差別に苦しんだ。というのも、彼が入っているような高いレベルのチームでは依然としてほとんどの選手が白人だったからだ。フリーデンライヒはなるべく白人に近い外見にしようと髪をポマードで撫でつけていた。